あれ、こんなとこで何してるの？偶然会えるなんて運命なのかな。やっぱり仲良しの人がいると引き寄せ合う的な。ちょっとストレア、誰のことよ。ん？もちろんクレハのことだよ。よく一緒にいるでしょ。そんなことないわよ。たまたまよ。あれ？そう？そうかな？どうなのかな？ねえねえ、実際のところ二人の関係ってどうなの？どうって別に普通よ。普通なの？恋人とかじゃなくて？え、違うに決まってるでしょ。ほら、あんたも何か言いなさい。あんたから見てもそうよね。特に何をしたってわけでもないけど、家が近所だったからよく顔を合わせてたし、学校のイベントとか町のお祭りとかでも近くにいることが多かったかな。そういう時は結構世話してあげたりしたわ。まあ子分の面倒を見るのも親分の務めってものよね。うんうん。ふん、何をしたってわけでもないのに思い出はたくさんあるんだ。私そういう積み重なった時間ってあんまりないんだよね。ちょっと羨ましいかも。そっか、ストレアは AI だもんね。生まれてまだ数年ってとこ。そうそう、もちろんその数年が何にもなかったってわけじゃないけどね。とりあえず、私には思い出の積み増しが急務なの。というわけで、ちょっといいかな。私と二人で遠くに行こう。お姉さんとも遊んでよ。じゃあ早速お出かけしようよ。まあストレアの思い出作りのためだもんね。ほら、行くならさっさと行きなさい。暗くなるまでには帰ってくるのよ。よーし、それじゃあ出発。さて、どこ行こっか。といっても私としては一緒に普通の日常を過ごしてみたいんだよね。何をしたってわけでもない思い出を増やしたいっていうか。例えば今からちょっとお茶して、それから狩りってところかな。いい？じゃあ行こっか。注文ボタンを押してグラスがガシャコンと。はい、乾杯。美味しいかな、どうかな。私の舌は1ビットの違いも感じ取れちゃうよ。でも今日の味は参考にならないかも。今みたいなふわふわ気分でお茶したら美味しいに決まってるもんね。うん、やっぱり。も
う少し味わっていこうかな。うん、でも早くフィールドで戦いたいし、困っちゃうな。私の好きなペースでいい？ありがとう。さあ、ここが今日の狩り場だね。よし、やろうか。エネミーでもプレイヤーでもかかってこーい。よーし。ずいぶん勝ったな。やっぱり強いね。 UFG も便利だし、一緒に戦うとはかどるよ。そう？嬉しいな。やっぱりファイアパワーは正義だからね。あ、もうこんな時間。こんなに長く狩りをしたのは久しぶりかも。ちょっとはしゃぎすぎちゃったかな。本当に？それだったらよかったよ。今日はいろいろやったな。普段と違うことをしたわけじゃないけど、やっぱり特別な一日になったなって思う。日常もこういう時間が重なっていくなら悪くないな。付き合ってくれてありがとうね。すごく楽しかったよ。なーんて。今日はまだまだあるんだし、帰る前にもうちょっと狩ろっか。戦闘準備？お！遊んだ遊んだ。面白かったね。解散するのがもったいないくらいだよ。でもまあ、GGO にも明日も明後日もあるんだもんね。